40歳以上の婚活者専門、仏様の仲人、木村浪です。今回は会員の成婚報告です。35歳女性会員がプロポーズをお受けしました。お相手は39歳、4つ年上の男性です。女性会員は今年5月に婚活を開始、5月に彼とお見合いをし、交際がスタートしました。彼の第一印象は穏やかで優しそう。 たくさん質問してくれて話しやすかったでした。初デートでは喫茶店を2軒はしごしたことが私にとっては印象的で3時間半話をしていました。その後彼は結婚意識が高く彼女と早く結婚したい気持ちがあることに対して彼女はなかなか結婚意識が高まらず結婚意識のギャップが起きていました。しかし彼の熱烈なアタックによって 交際開始から5ヶ月で成婚されましたご成婚おめでとうございます私の結婚相談所ではこの後も継続してサポートしていきます婚活しましょうそして新しい人生を歩み始めましょう